レオン・ロワールによる版画、史上の婦人型は、ジャック・オフフェンバックが作曲した一幕のオペラブフで、1858年3月3日に、パリのブッフ・パリジャンザにて初演された。エド・ワール理由による劇画オフェンバックが得意とした一幕構成のオペラブフで、台本はアルマン・ラポアントがフランス語で作成した。 当時のパリ中央市場での活気あふれる賑わいが描かれる人情劇。なお、本作以降は登場人物の人数制限などが緩和された。本作の上演以前は劇場は一幕物で登場人物は4人のオペレッタしか上演権利を持っていなかった。長竹義行は本作は市場のおばさんたちを男性で歌わせるというバロック的手法で作られた名曲。 バーレスク70章などはまさに絶品と評価している。赤いリンゴ、シュフルリ氏はご在宅などと日本だけ、または三本だけで上演されることが多い。日本初演は1989年2月15日に東京室内歌劇場によって全身座劇場にて行われた。合唱、市場の販売員、顧客、警察、兵士約一時間時と場所。 19世紀のパリの中央市場パリ中央市場オレオンロワールによるン華食材など様々な商品を扱う売り子たちの呼び声が行き交い市場は活気に溢れている。このエレン隊の古敵隊長のラフラフラがやってくる。彼は陽気に四巡節の晴れた日にと歌い出す。多額の負債を負ったラフラフラは小金持ちの市場の独身の女性の懐を狙って 彼女たちを口説き始める。しかし、経験豊富な女たちに魂胆を見透かされ、簡単にはいかない。景気よく、野菜を売り裁くマドゥ夫人は若い頃、一時期検察官と同棲し、子供まで産んだのだが、男に子供を奪われ、逃げられていたのだった。一方、ブールフォンデュ夫人も初恋のゲーム官との間に子供を、儲けたが、浮気な男に捨てられ、 子供も男に引き取られてしまったのであった。それ以来、18年にわたって、二人の女は独身を通してきたのであった。ラフラフラは女たちに軽くあしらわれ、その場を立ち去る。すると、見習いのコックのクルトイコールポが現れる。彼は愛する野菜を、売りの娘シブレットを探しながら、僕のシブレットを歌う。若くて、 ハンサムなクルトーイコールポを見かけると、マドゥ夫人とプールフォンデュ夫人は、ニンニクやニラを無料で彼のカゴに入れてやり、気を引こうとする。彼はおばさんたちには一向に関心がなく、迷惑がある。ラフラフラが手押し者を引いて現れ、女にモテる男は邪魔だと考え、クルトーイコールポを逮捕してしまう。ハンサムなクルトーイコールポが捕らえられると、 マドゥ夫人とブールフォンデュ夫人はさかいを始めるので、ポワルタペップ人が喧嘩の仲裁に入るが、実は、ポワルタペップ人も、クルトーイコールポを気に入っているので、理性を失い喧嘩に加わることになって、市場は大混乱となる。ポワルタペップ人の悲鳴を聞いて、シブレット、警部、警官がこの場に駆けつける。三人の女は口々に警部に訴えかけ、 互いに警部引っ張っているうちに警部を泉に落としてしまう。引き上げられた警部はカンカンに怒って警官たちに三人の女たちを連行するように命令して立ち去っていく。1862年のパリ中央市場上はようやく静けさを取り戻す。一人残ったシブレットはこれからは商売に力を注がなくちゃと私は小さな果物売りを歌う。すると、 ラフラフラが戻ってきて、かわいいシブレットに言い寄り、キスをしようとする。シブレットはびっくりして、彼を突き放すが、全くの拒絶反応ではなく、わずかな行為と胸騒ぎも感じる。やがてポアルタペプジンが、警察の取り調べから釈放されて、戻ってくる。ポアルタペプジンは警部に気に入られて、一杯おごって、もらっていたので、上機嫌だった。 彼女はうろついていたらフラフラを見つけ、以前どこかで会ったことがあるのでは、かつて、ボジラールに住んでいたことはないかと質問する。彼は、一瞬ギクッとするが、い,いやそんなことはないと答え、ポワルタペップ人を口説き始める。ちゃんと結婚して、君の二万フランの貯金も共有しようと彼女の手を、取って、あなたは月と歌い出す。ポワルタペップ人はそれを、 うっとりと聞くと、二人は腕を取って立ち去る。クルトーイコールポは留置場の壁を乗り越えて姿を現す。彼はシブレットを探している。シブレットは占い師に将来を占ってもらいに行っていたが、それによるとシブレットはバカと結婚する運命だと言われたと話す。クルトーイコールポは、そのバカはまさに僕だよと言い、プロポーズし、愛の二重賞となる。 二人が抱き合って、キスしているところに、ブール・フォンデュ夫人が現れ、こんな男と結婚するなんて許さないと言い,い、クルトーイ・コールポを追い払ってしまう。シブレットは、自分が好いた男と愛し合うのに、何が問題だと機嫌を損ねる。両親さえ見つかれば、若くても、結婚の許可がもらえるのにと悔しがる。サントスター主教会から望むパリ中央。 史上ブールフォンデュ夫人はそれを聞いて、まさかとは思いつつもシブレットの年齢や生まれなどを、寝掘りは掘り質問する。すると、シブレットが18歳で、ボジラールで生まれたという事実を知って、驚愕のあまり、泉に落ちてしまう。ボアルタペプ人が駆け寄ってきて、ブールフォンデュ夫人を助け、一体何があったのかと尋ねる。ブールフォンデュ夫人はシブレットが、 自の娘であることが分かった経緯を説明する。娘の恋人を探しに走り出していく。シブレットも下宿のおばさんに親が見つかったことを報告しようと立ち去る。ポワルタ・ペップ人は自分の子供を捨てるなんて最低とブールフォンデュ夫人を非難し、市場の仲間に言いふらしてやるという。ちょうどマドゥ夫人がやってきたところ、その話をすると、今度はマドゥ夫人が 驚きのあまり泉に落ちてしまう。悲鳴を聞いて、ラフラフラ、シブレット、クルトーポラが駆けつけて、警部も到着する。泉から助け出されたマドゥ夫人がシブレットは、ブールフォンデュの娘ではなく、確かに自分の娘だと言い出す。マドゥ夫人とブールフォンデュ夫人が警部を挟んで、娘の奪い合いとなり、七重賞のブルレスク、私は自分の子供を守るとなる。 二人の母親からどちらを選ぶかと迫られて困り果てるシブレットだが父親の形見として肌身離さず持っていた父からの手紙を思い出す。それを取り出してクルトーイコールポに読み上げさせる。手紙によれば父が死を覚悟して戦地に赴く際に赤子に残した認知状で母親はセリメーヌクラブゾ、父親はこのエ軍隊軍曹、ラリソールと書かれていた。 これを聞いた、ポアルタペとラフラフラの二人がそっと押して倒れ、泉に落ちてしまう。シブレットたちが二人を助け出すと、彼らは、実は自分たちがあなたの両親なのだと告白する。ポアルタペは、連隊のキャンプで私を誘惑したのは、ラフラフラだったのねと彼を睨みつける。ラフラフラは、実は、軍の極秘命令を受けて敵地に侵入する際に、シブレットも連れて、 ボジラールから秘密裏に旅立たなければならなかったのだと言い訳をする。ポアルタペは事情を聞いて納得し、ラフラフラを許すことにする。これを見て安心したシブレットとクルトイコールポは早速、両親に結婚の許しを請う。もちろん、両親は快諾し、ハッピーエンドとなる。ありがとうございます。